ゴールデンウィークだってのに、こんな店でじゃ奈々子ちゃんかわいそうだろ。だって他ないじゃん。ジュネス大好き。奈々子ちゃん。でも本当はどこか旅行に行くはずだったんだ。お弁当作って。お弁当、奈々子ちゃん作れるの？へえ、家族のお弁当係。すごいじゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん。よっと、と、と、あ、ねえ、知恵、カレーに片栗粉って使うよね。お、そりゃ使うんじゃん。使わないととろみつかないよね。じゃあ片栗粉と小麦粉もいるかな。小麦粉ってあれでしょ、薄力粉と強力粉。どっちだろう。強い方がいいよ、男の子いるし。じゃあそれと、あった、唐辛子。辛くないとカレーじゃないよね。いいや、もうらしいものを何でも買ってこ。ならキムチも買ってかない？あと胡椒。あー、これちょっとユキコ。どう？それ気に入ったクマ？鼻ガードついてるし、私これがいい。おやめなさい。困ったな。それ本物のレンズ入ってないクマよ。こんなことならちゃんと用意しておけばよかったクマ。なんだ、残念。ああ、言われてみりゃいたような。クマだったのか。つうか、なんでクマ？知らん。クマも知らん。ずっと悩んでるの。の、なんか可愛いじゃねえか。触っていいか？お触りはお断り、クマ。なんだどこら！てめえ、調子乗んなよ。爽やかにスリム、ケロリーマジック。おお、なかなか壺に来るクマね。お前、なんでここに。やっと来たクマな。待ってたクマ。クマさん、出ちゃっていいの？つか、出れるんかよ。そりゃ出口あるから出れるクマよ。今までは出るって発想がなかっただけクマ。でもみんなと一緒にいたらこっち側に興味がむくり出たクマよ。初体験していいものか迷ったけど、考えるより先に体が動いてしまったクマ。でも考えてみたら行くとこないし、戻るのももったいないし、ここで待ってたクマ。さっきお名前聞かれたからクマだって言っといたクマよ。クマだね。そうそう、それがいいって。待って、飲みに行くぜ。てか、クマが一番楽しみにしてるもん。俺に例の推薦プッシュのあったし。クマくんも来るか。もっとにありますね。この絵なの勝手ならもうビルにいいないですが、ステージに上がるだとしても僕は間違いな気がするし、なんかここは問題ねえんじゃねえか。
って手を出ろ。いいか、漢字いつにまでおばしのきだ。